現在12月の17日の夕方5時です。今日は休養日です。旅行から帰ってきて、少し休んでいました。よく寝ました、久しぶりに。はい。少し時間があるので旅行に使ったソリの、紹介をしたいと思います。ソリね、この辺にソリがたくさん置かれているのがわかるかと思いますが、ソリにいろんな物資を乗せて、引っ張っていきます。旅行はね、あちらにあるオレンジ色の雪上車で行くんですね。あと、前にブレードのついた、あれはピステンブリーという車ですが、あのブレードで雪をかき分けながら、行くと。まあこれの車両で行くんですけれども、車両の後ろに、ね、いろんな物資を引いていくわけです。で、そのためにソリを使うんですね。でソリが、何種類かあります。紹介しましょう。まずこれリーマンソリというソリで、まあ、こういう形になっています。でこの木枠を取り外したりすることができて、その上になんか大きいものを乗せられるんですね。あちらに、居住スペースとなる予定、ドーム自体の居住スペースとなる予定のものがドカンと乗っていますが、まあ、ああいう感じで、このリーマンソリの上に、ね、大きいものを乗せることができます。あっちに四角い、ものもあると思うんですけれども、あれは、機械ぞりといって、まあ、機械系の物資をあそこに入れています。はい。これまずリーマンゾリですね。これ今乗ってるのがドラム缶ですね。ドラム缶にこれ軽油が入っています。入っていましたかな。もう使い終わっていますね。使い終わった軽油、ドラム缶1本200リットル。あれね、あちらの車両全部ディーゼルエンジンで動いているので、軽油です。南極用の軽油です。おそらく固まりづらいというか、なんて言うんでしょう、油が多く混じっているのかな。まあ、南極用の軽油ですね。はい。そして、この後ろにこれ繋がってないわ。この後ろにあるこれがですね、キムラゾリといって、これはまたサイズがちょっと小ぶりといいますか、まあ、こういう形。ドラム缶がこんな感じでピタッと入っています。ここに入っているのも南極ですね。南極系の南極用の軽油で、これも木村ゾリ。こっちにあるのが2トンゾリというソリになっています。まあ、こんな感じで、これ観測の物資を載せているのかな。2トンゾリというソリですね。こんな感じにやったりとか、あと箱の形にしたり、あるいはドラム缶も載せることができると。はい。まあ、いろんなソリがあるわけですね。あっちに見えている紫色のドラム缶は、あれ JP1 だっけな、ジェット燃料、まあ、灯油ですね。灯油が入っています。灯油はあのピステンブリーの燃料として使えるので、ピステンブリーの燃料としてJP1 を持っていっております。今回の旅行で使ったのはまあそれぐらいかな。まあ、それによってこの足場、2トンゾリはこう金属の足がガシッとあるので、なんだろう、跡がつきやすいというか、まあ、それによってね、雪の上に、どういう足跡が残るかというのがあって、まあ、それが後ろの走る車に影響したりするんですね。なので、まあ、それ編成というのもなかなか、考えるのも難しいんじゃないかなという感じがしています。このリーマンゾリはこの足の部分がすごいなんかフレキシブルに動くんですね。はい。ちなみにですね、あっちの方にある、青いソリが見えるかと思います。車の近くにある、ね、青いソリ、あれがトイレになっています。あの中でトイレをします。で、こっちの黄色いソリは、ここに食料が入っています。1日ごとにこう段ボールに分けて、食料を今回の旅行分50箱プラス、もろもろという感じで、こんなのが入っています。あ、もう入っていましたですね。もうたくさん食べたので、だいぶなくなっていますけれども、まあ、そんな感じですね。
はい。で、このソリはね、こういうソリと車の連結にはこういうシャックル、オレンジ色のシャックル使って、あとこの間にソフトカーロープというんですけれども、こういうロープ、強力なロープを使って、連結していると。はい、いろいろあるんですが、今回はこれを使ったという感じですね。でソリとソリの連結には、こういうワイヤーをで連結します。今これ撮ってますけれども、ワイヤーとこのシャックルで連結すると、そんな感じです。これちょっと生まれかけてますが、あれですね、埋まっちゃってる、ワイヤーでこういう風に連結されてますね。これぐらいの埋まり程度なら、あれです、車でパッと引っ張ればすぐに出ますね。はい、そんなところで、ソリの紹介でした。ここは S16 ですね。はい、以上となります。